マイケル・チクリスはアメリカ合衆国の俳優。マサチューセッツ州ローウェル出身。愛称はチック、チッキー。チクリス家の羊はギリシャのレスボス島であり、チクリスはイタリア語、スペイン語に堪能である。ギリシア語に関しては聞き取るのはほぼ完璧にこなせるが、話すのは苦手としている。チクリスは、生来の演技好きで5歳の頃から有名人の真似を、 しては家族を楽しませていた。さらには、地域の劇団に入り、13歳にして、プロの俳優に必要な資格を獲得。その後、ロストン大学演劇学科で、美術学志望を得た。卒業後、ジョン・ベルーシの生涯を描いた映画、ベルーシ、ブルースの消えた夜のオーディションを受け、3年後に、ジョン・ベルーシを演じることとなった。チクリスは、マイアミ・バイス、 LL を7人の弁護士、t v b キャスターマーフィー・ブラウン、隣のサインフェルドやアニメ、ファミリー以外の声など、数多くのドラマに、ゲスト出演している。チクリスの代表作として知られるのは、ザ・コミッシュとザ・シールド・ルール無ム用の警察バッジである。この2作品で演じられた主役の役柄は、片方は厳格だがみんなから敬愛される、警察本部長、もう一方は、 犯人検挙のためなら、どんな手段も厭わない刑事、というように全く異なる。ザ・シールドの暴力的描写が物議を醸したものの、チクリスの演技が賞賛され、ビッグマッキー役で、いくつかの賞に輝いた。宮崎駿作品のアニメ、千と千尋の神隠しの英語版では、千尋の父の声を担当した。2005年、映画、ファンタスティック・フォー、超能力。 ユニット、ファンタスティック4、銀河の危機で、ザシングを演じ、日本でも知られるようになる。マイケル・チックレス・ IMDB、ありがとうございます。